マウントとハイブリッドバッテリー交換終わりました。まだ磨いてないのでちょっと地残ってますけど、もう植え取れば単なる自家用ですよね。テールの形が中期ですので変わりました。はい、これもステッカーの剥がし跡です。こちらでございます。同じように手を入れるだけで開きますね。どうでしょう、体は細い方です。60キロだ、170センチ、60キロ、62、3キロですかね。細いですよ。また本革じゃないですけどね、インストルメントパネルは、まあ、ほぼ一緒でしょうか。これ携帯を止める便利な、一番場所を取らない見やすいやつですよ。でレーダーそのままつけてあります。あとは鳥のメーターとサインですかね。これですね、天気というやつです。はい、このエンジンの時最初ブルブルしてたんですけど、もう全然ですよね。すごい静か。今日は5月30日日曜日です。診断機、これでずっとリセットしてたんです。ETC カードが挿入されていません。37万5000キロです。まあこの方ほんとやる人は年間10万キロ走ってた人ですから、もともとは。コロナのせいで少し落ち着いちゃいましたけど。はい。ETC カードが挿入されました。今これメーターの通電してないですね。表示が出てないので。とりあえず。全然揺れなくなりましたね。あとバッテリー3万キロのですからね、電池すごい安かったですよね。そんな感じで今から福岡行ってきます。朝8時、僕11時半に着く予定ですね。福岡県の直方市です。行ってまいります。あと音楽いっぱい入ってますけど、竹内まりやと山下達郎が多いです。